えーと出場チーム出場者リオチームはこちらだじゃん武智鈴木春茶レイアレル田中村田吉田 <laughs> なんか先生になった気分や <laughs> 唐突に村田吉田田中小野築くのぼ鬼谷松本秀月 てて天庭フォルテえー、ブリコユッカ大江の高大江の打速デップーミタデラえ何サブスク会員枠ってまたそういうことしてノープンレックセンスねえなー <laughs> もうオープンレックのセンスのなさに毎回俺びっくりしてさこけそうになっちゃう おもんねえことしてんなーこれ、運営さん聞いてます今度直接言いますね。サブスク会員限定枠とか言うな。おめえサブスクが何人おるんか知らんけど、4名しか参加できやんもんやったって意味がねえの。そういうクソみたいな、中途半端なことするぐらいなら、やらんほうがまし。マジで頭が悪いから、オープンレック運営、そういうの。サブスク原因は、会員限定枠ですよって、結局応募してダメだったってなる人が大半なのに、4名しか出れやんのに意味がねマジで頭が悪い。直接言うから、運営聞いて、今から電話します。 あオープンネックの上聞いとるあの今配信してんねやけどこのサブスクゲイ会員限定枠とか儲けんのマジで頭悪いからやめろ感じ悪いし他の人から見てもこういうのやめとけよし言うときました本気で思ってんのかなこれが正解って頭悪すぎやろいやマジで思うわいやちゃんと直接言います今度うんうんでもそう思うよなもうちょっと次元が違えや というチームなんですけどどうでしょうかどうかどするこれサブスク会員様の枠が普通にプレデターとプレデターで負けたら <laughs> 全員すごーいでまあ終わるか別にどのチームが勝っても割とそんな感じになりそうやしなどこが勝ってもそうなるよってダネねネだね,ーだね,だねな渋原が優勝すんのがまだ一番丸い確かに <laughs> そこ優勝が一番丸いなこれ どこの層を狙った大会なのわかんねえまあとりあえずさ出てあ楽しかったって思えればそれでいいかな